土曜日なのに回しちゃったチャーシュー丼食べよう。今日実はさ、ここ飛行機通るからうるさいんだよね。今日スーちゃんがさ、ほら部活テニスのさ試合なんだよね、新人戦だって頑張ってほしいね、スーちゃん。いただきます。せっかくチンしてもらったのに冷めちゃったよ。あ、まだほのかにあったかいでさ、あ、ほらこないだ仙台帰ってスーちゃんとなっちゃんの話しかしなかったけどさ、あとモカちゃんね、モカちゃん今月でさ2歳なんだよ、ウサギね。モカちゃん2歳おめでとう。実はさ、モカちゃんのほかにもう一人家族が増えてあれなんだっけ、ど忘れした、ミミちゃんじゃなくてララちゃん、ララちゃんっていうまたモカと同じ種類のさウサギにまた新しく家族に加わってさ、超かわいいの。同じウサギでもやっぱ全然性格違うのね、個体差っていうかさ。モカちゃんすごい臆病もんでさ、抱っことかもスーちゃん以外、ね、抱っこもさせてくれないし、でもララちゃんはなんかもっとなんか雑な感じっていうかさなんかあんまりこう能天気なのかな。おいしい。見てもしょうがないか。なんだっけ、俺今話したいことがあって、まあいろいろ話題もあるんだけどさ、ちょっと個人的に嬉しい話というかさ、あれだね、俺さほら9月じゃん、俺ねほらトレーラー乗ってさ丸5年になったんだよね。早いよね丸5年乗ってる割にはさ全然技術が追いついてないけどさ、まあ一応丸5年迎えてさ、逆に言うと5年前は俺まだ免許もなかったからさ、大型も牽引もね、そっから急に思い立ってさ免許取ってさ、当時はね俺トレー前も言ったけどトレーラーならぶっちゃけ何でもよくてさ、そうでまあご縁があってこの開墾に来たんだけど、まあこの開墾が性に合っててね楽しくやらせてもらってるんだけどさ、俺が開墾を始めて半年ぐらい遅れて YouTube やったのかな。その YouTube のかなり初期の頃の視聴者さんで、看護師さんっていうのかな、まあ、看護婦さん看護師さんわかんないけど、なっちゃんはほら介護士さん、介護
その方は看護婦さんっていうのかな、まあ、病院の方だよね、病院の方の方でさ、ナースさんとまた違うのかな、年もなっちゃんと一緒ぐらいかな。その方がさ、そのやっぱその仕事がストレスだったりなんだりで、ほら俺の動画見てトラック乗ってみたいってなってさ、そっからその看護師さんを辞めて大型免許を取りに行って、前ちょっと話したかもしれないね。まあでもほらその人のほら個人情報だからさ、あの詳しくは言えないんだけど、まあいろいろちょっとね、旦那さんとだったり子供だったり、まあいろいろさ紆余曲折あってさ、とねほらスムーズに大型免許取れたわけじゃなくて、そこまでもすごい困難があって、頑張って免許を取って、で免許取ってからもやっぱなかなかほらね、トラックに転職っていうのもやっぱほらね、結局ね家族がいるからほら自分の意思だけではどうにもならなくて、まあそんでもこうちょっとずつこう前進してさ、何年か前に大型デビューしたよって言ってさ、最初6トンだか 7トン車でその運送屋さんに入って、そっからいよいよ大型デビューしたよとかって言って、すげーっつって、多分その話を俺前したのかな。でその人がほら最終的にやっぱりトレーラー乗りたいけどなかなかそこまでは進めなくて、で去年ぐらいかな、やっと牽引免許取れたよっつって、うん、でも取ったからってほらまたすぐ乗れるような環境じゃなくて、なんかそこからもまたいろいろねありつつの、つい最近やっと念願のトレーラーデビューを果たして、最近その写真送られてきてさ、これ乗ってるよっつってさ、なんか俺もうグッときちゃってさ言っちゃえば今考えるとさ、そんなにスタートラインは変わってないんだよね。だって俺が乗って多分半年ぐらいにその人がね大型乗りたいって行動を始めて、俺はほら逆に当時一人者だったからさ、ねお金さえあればほら全部自分の決断と行動でほらなんぼでも転職でもさ免許でもできたけどさ、やっぱその方に限らずやっぱほら家族持ってる人はやっぱなかなか難しいよね。そのまあ旦那さん側にしてもさ、奥さん側にしてもさ、ねやっぱそういうのをやっぱリアルで見てきたからさ、その苦難乗り越えて今やっと、時間はかかっちゃったけど今やっとトレーラーのね乗り始めたっていう事実がさ、もうすげえ嬉しくてさ、ね、そうなのよ。でさ、これ言ったらなっちゃんに怒られちゃうかな。なっちゃんもさほら介護の仕事をなっちゃん好きでやってるんだけど、ほらなっちゃん体弱いからさいろいろなんかさね、ほらなったら人間関係はね、ほらああいう俺と違って器用な人だからさ大丈夫なんだけど、やっぱりね介護ってどうしても大変な仕事だし、あの運送業と一緒でさ、そもそも業態がブラックになりやすい業種っていうかさ、どうしても難しい部分があってさ、なったんが最近さ、なんかトラック乗ってみるのもいいかなって言い出してさ俺もいいじゃんいいじゃんっつってさ、でほらなっちゃんもギリギリ普通免許で4トン車が乗れるほら8トン限定の免許だからさ、いいじゃんいいじゃんっつってさ、でなっちゃんってもともとほらデコトラが好きだったん、まあ今も好きなのかな、そうデコトラがもともと好きで、
その同じデコトリ、デコトラ好きのなっちゃんの友達がいて、その子と二人でなんか今一緒にね、あの仕事一緒にしようっつって、なんか今ちょっと狙っている仕事があるらしくてさ、あんま余計なこと言うとなっちゃんに怒られるか、詳しく決まったらまた言うね。そう、まあでもほら今さね、すーちゃんもある意味さ自立したって言ったらなんかちょっとあれな、失礼な言い方かね。すーちゃん今頑張ってくれてさ、俺学校も行ってるし部活も行ってるし、あのね、前みたいになっちゃんがほら付きっきりじゃなくてもさ大丈夫だったからさ、逆になっちゃんもある程度ほら仕事の選択肢の幅は、働く時間帯とかね、働き方多分若干融通は効くようになったと思うからさ、うん、だからなっちゃんもほら、ね、やりたいことやったらいいよって、別にトラック乗りたかったら乗ってみてもいいだろうしってさ、うん、まあ心配だけどね、そりゃさ俺もだけどほらトラック乗るってことはね、やっぱ事故のリスクがあるからさ、まあでもなっちゃんなんか俺よりよっぽど運転うまいからさ乗り始めたら多分さ少なくとも4トン車は多分俺よりすぐ上手くなるからさね。見てほら卵、まあ何が言いたいかっていうかさ、まあ、みんなほらいろいろ置かれた環境状況とかさ、お金のこととかね、もろもろでやっぱほら行動とかやりたいことがもちろんほら全部みんながみんなできるわけじゃなくてさ、みんなやっぱその限られた制限というか中で頑張ってると思うんだけどさ、でもそのね、約5年弱か4年半かけてさ、そのね、トレーラーまでたどり着いたそのね人みたいにさね、諦めずにさ頑張ってやってほしいなって、その話を聞いて改めて思った。そう、まあ実際ほら俺のコメント欄でもね、ほら最近免許取りました、トレーラーデビューしましたって方もちょいちょい来るしさ、逆にコメントはしないけどやっぱ見ててさ、なんか俺も私もちょっとやってみたいなって思ってる方も絶対いると思うしさ、俺もやっぱ実際ね、乗る前やっぱこういう YouTube とか、昔はほらそんなに今ほど出てくるいなかったからさ、そう、でもやっぱり悶々と見て考えててさ、さっき言ったように俺はほら一人もんだからさね、自分が行動を起こせばほらすぐねできることだからさ、でも俺だって不安はあったよね。ほらこの通り生粋のね絶望的な方向音痴だしさ、あの時ですでに横浜にね5年ぐらいいたっつったってさ、ほらトビさんの時出張ばっかでほぼ帰ってきてなかったからさ、横浜どころか東京なんかも道なんかほとんどわかんないしさ、でもやっぱ俺はほらね不安よりもやりたいっていう気持ちが強くてさ、えいって飛び込んだけどさ、結果やってみてよかったなって今本当すごい思ってるしね。うん、ね、まあこれはだからトレーラーの仕事に限らずだよね、なんかいろいろチャレンジしたいことがあったりさ、うん、状況を打破したいことがあったりさ、逆に言うとほら今苦しい状況でそこから何
んとか出し、ね、脱出したくてもがいてる方もいるだろうしさ、みんな状況それぞれだけど、確かにさ、なんかこう自暴自棄になっちゃう時とかもあるじゃん。それすごいわかるね。どうでもよくなっちゃってさ、そういう時もあるけど、でも腐らずね、諦めず粘り強く耐えていかないとね。頑張ってればいつか日の目を見れる時が来るから、諦めたらそこでおしまいさってね言うしね。久々に食レポ動画だね。食レポしてないか。あ、やべえ。ほら、そんな言ってるうちにもう宿開いちゃうんじゃない？バンプールか。まだ大丈夫。ごめん、なんかゆるい感じでさ、何が言いたいのかよく分かんなかったけどさ。まあそのね、まあ仮に S ちゃんとしておこうか、ね、S ちゃんトレーラーデビューおめでとうってことで、ね、すごいよ、ほんと頑張ったよ、ね、もちろんまだこれからだよ、ね、やっと乗り始めたからさ、これから、ね、乗ったら乗ったで、ね、本当に本当にさ、何回でも心がへし折れる乗り物だからさ、何回も挫折すると思うしさ、ね、悔しい思い、悲しい思い、うまくいかなくてね、あると思うけどさ、でもね、その人がさ、トレーラー乗るまでにこう来た道のりを考えたらさ、多分ちょろいもんだよね。乗ってしまえばあとは経験を積むだけだからさ、何よりもさ、で事故したら俺らほらね、あの被害者でも加害者でもさ、事故したら終わりだからさ、ね、まあちっちゃい事故はほらしょうがないにしてもさね、やっぱほら一方ちょっと油断したらね、ほんと周りを巻き込んだ大惨事になる事故になっちゃうさ、本当にでっかい乗り物だからさね、うん、慌てず焦らず、ね、着実に技術と、ね、メンタルを手に入れて、ね、お互い頑張っていこう、皆さんも頑張っていこうね。俺なんか大して頑張ってないからさ、お前に言われたくねえやいって言われそうだけど、ね、俺も俺なりにささやかながら頑張ってるからさ、ね、もうちょっとだけ、もうちょっとだけ頑張ってみよう。飛行機うるさい。ああ、飛行機うるさいです。飛行機うるさいです。やばい。土曜日のクソ動画、これで終了です。疲れちゃう。今日ね、早く終われたらだけどさ、日野さん、ほら、警告ランプ、持ってきたいけど、で、どうなるかちょっとまだわかんない。ね、だからまた、ご報告は来週で。お疲れちゃん。